はい、今日も愛を詰め込む新聞アートのチャンネルへようこそ。今日はまずはじめにですね、私の新聞工作の、この活動が新聞の紙面に載ったよということで、それについて少しお話をしたいと思います。最後までゆっくりとご覧ください。はい、それでですね、今回記事が掲載されました、長野県の地方新聞信濃毎日新聞と言いますが、こちらです。はい、じゃあ見えますか。はい、はい、この大爆笑の私見てください。はい、これが私です。だいたい笑ってます。私普段よく笑う人ですよ。はい、新聞工作動画で魅力発信ということで、私のね、きっかけ、まずこの新聞紙工作を始めたきっかけから、まあ、今に至るまで、まあ、今はねコロナで家にねいる時間が多くなりましたので、この5月に YouTube を立ち上げて、内容がざっと書かれておりますが、大変記者さん上手に分かりやすく書いておりましてね、本当にありがたいです。ありがとうございます。でしかもこの教育のね紙面ですよ、教育に新聞をと言って NIE ですね、今学校の方でも盛んにこれね授業の方で、やってるかと思いますけれども、あと、大変、嬉しく私も思っております。ありがとうございます。で今回ねこれ私の周りの方たちが本当に喜んでいまして、このね紙面10月7日に、出たんですけれども、いろんな人から連絡いただいたり、どうやってねこれ講座できるんですかなんて言って、新米さんの方にもね連絡が、まあ、来たということで、なんか大変ね多くの方に興味を持っていただいたなということで本当に嬉しく思います。きっとねそういった興味が出てくる人がいらっしゃるということは、子どもたちにもこれからねどん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 また伝わっていくんじゃないかということで、新聞紙工作これからまだまだ、可能性は無限だなということを、感じました。はい、5月に、コロナのこう感染防止のためにね家に閉じこもる機会が多くなり、私も YouTube を始めたわけですが、最初ね動画の方、立ち上げた頃のね動画は息子が、大体やってくれてました。でそのうちにお母さん自分でやれよということで、自分の力でやってみろということで、私が自分で、撮影して編集までやれるようになりました。その素人のこの移り変わっていく姿、これもね動画の方で、ちょっと楽しめるんじゃないかということで、ね、本当にこの年でも、まあ、やろうと思えばなんかできるんだなということを、この私自身が YouTube で学んだことのような気がします。今でも、まあ、撮りながら、いやなかなかね自分を撮るっていうのはね嫌な作業ですよ。今でもね嫌です、はっきり言うと。 でもたまにねやっぱりまあ恥ずかしがらないでねこうやってみんなの前で、まあ、話すっていうこともなくなってしまったので、いいかな、まあこんなのもいいかななんていうことでぼちぼちやらせてもらっています。まあ素人ですけれども頑張ればなんとかなる。で苦手分野なんですよこういったこと、私なんだけれども苦手なんだけれども苦手な部分をやろうとするたびに、なんかだんだん自分でここまでできたの、じゃあこれもできそうなんていう気持ちになってくるっていうのが不思議なもので、あやればできるんだななんていうことを、まあ実感していますね。はい、はい、というわけで、今日は何を作ろうかということで、今日私の目の前に、はい、これはね芋じいさんです。さつまいものおじいさんです。お尻がねチャームポイントですよ。はい、でこちらがりんごのお父さんです。頑張るぞっていうお父さんです。今日はね秋の味覚ということで、やってみたいかなということで、こういった私は
果物とかね野菜なんかをこうやって擬人化にするっていうこともやってるんですけれども、このさつまいもをね今日ね作ってみたいと思います。これはおじいちゃんになっちゃってるんだけれども、今日は普通のさつまいもを、皆さんに教えてみたいと思います。はい、だいぶ秋も深まってまいりましたが、秋の味覚をね今日作品として集めてみました。はい、これはさつまいも、イモジーです。イモジーというニックネームがついてるさつまいものおじさん。はい、後ろに行って栗の姫様、マロン姫、キノコのお姉さんに、リンゴのお父さん、お母さん、栗に柿にキノコ、シャインマスカット、巨峰、リンゴなどなど、さつまいもをね、作ってみたいと思います。初心者でもできる簡単な作り方ですので、はい、やってみましょう。はい、1枚の新聞を丸めてください。はい、この時にもうすでにさつまいもをイメージしましょう。さつまいもの形をもうイメージしましょう。先ほどのさつまいものイメージした、丸くなったこのイメージしたものを、はい、新聞の上に載せてぐるぐるっと包んでしまいましょう。テープで留めます。はい、あとはにぎったり、少し折ったり、するだけで、はい、もうさつまいもが出来上がりましたよ。あとはここにさつまいものイメージした色を、今日はねこういった紫色がねありましたよ。これをはい、こちらにペタペタと貼っていくだけです。はい、このね私の新聞試行錯誤ですけれども、こういったね新聞の紙面のカラー刷りがね大変ね、大事なもとになってきますよ。こういった黄色の部分だとか、この写真の紅葉したねこの綺麗な赤色やね黄色の部分、こういった部分が、私のこの作品の、はい、色となって出てきます。なので普段から新聞読めた新聞をね捨てる前に、今日の紙面には素敵な色がないかどうかという気づきだったり、その、まあ、新聞をね、取っておく作業を、まあ、自分の中でこれは必要だなと思ったものは、置いとくとか、いろんな人にね声をかけて、新聞捨てる前に色あったらちょうだいなんて言って、
仲間でね一緒にやる場合はそういった声を掛け合うという作業も一つの新聞工作の大事なところになってきます。でいろんな人との助け合いによってね成り立つのがこの新聞アートです。ですから、これからもね新聞を取っていなくても新聞をに興味があったら、ぜひ新聞工作をやってみてください。するとね、新聞工作の魅力っていうのはやってみないとねわからないので、ぜひこれからも、新聞工作、皆さんの役に立つ新聞工作でありたいと思っていますので、皆さんの応援よろしくお願いします。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。高評価、いいねよろしくお願いします。ではまたごきげんよう。